オン・オア・バウトは日本のロックバンドである。2011年に結成し、2013年にアメリカで Apple Pie Order レーベルからデビューした。略称はオン・アバ・オー・エーなど。自身の楽曲について、レコーディングからマスタリングまで自ら行う傍ら、楽曲提供やプロデュース、CM も手掛ける。鈴木と堀口は、 同じ小中学校の先輩後輩同士であり、堀口のマニピュレーターを操作する姿を見て、鳥肌が立ったと語っている。それを見て以来、生楽器と思いデジタル音を混在させたバンドをやろうと決めた。堀口と亀田を誘いメンバーを集めたのがバンドをやるきっかけと話している。その後、ルミノが加入した。2013年にアップルパヨーダーレーベルからデビューアルバム、 ハイドランジアをリリースし、日米で発売し、日本では予約で完売した。2016年にダウンロード配信でリリースされたシングル、音楽は魔法だをきっかけに、カナダやオーストラリアのラジオでも紹介された。エレクトロニックにカテゴライズされるが、マニピュレーター、ベース、ドラムス、ロックバイオリン、MC で構成され、よりロックビッグビートに近いサウンドとなっている。 音楽のルーツとしては、電気グルーブの眉毛るゲ,ルゲ鈴木は、幼少時に、いとこが聴いていた、ジョージ・マイケル、ケミカル・ブラザーズ。また、鈴木個人がリスペクトをしている、文々サテライツも多くの影響を受けていると、話していた。堀口は、専門学校の頃から多ジャンルに精通しており、ファットボーイ・スリムやクルリがハイになると挙げている。ハイドランジア、音楽は魔法だ。 ありがとうございます。